ファッションは、1981年制作、1982年公開の、ジャン・リュック・ゴダール監督による、フランス・スイス合作の長編劇映画である。1979年、長編劇映画、勝手に逃げろ、人生で、商業映画に復帰した、ゴダールの復帰第二作である。前作に引き続き、フランスのスター女優、イザベル・ユッペールとドイツのスター女優、 ハンナ・シュグラを迎え、ポーランド派、アンジェワイダ監督の大理石の男に主演したイエジー・ラジビオビッチを映画監督役に起用した。本作は、本作と同タイトルのビデオ映画、パッションをスイスで撮影するというもので、映画内映画では、レンブラント・ファンレイン、ウジェーヌ・ドラ・クロは、フランシスコ・デ・ゴヤラの絵画を、実際のセット、コスチューム、 人物で再現しようという挑戦が行われている。映画内映画、パッションが、活人が映画の対象とする絵画は、レンブラントの、夜景、小屋の、裸のマハ、同5月3日の銃殺同カルロス4世の家族、ドミニク・アングルの、小浴場、ドラクロは、十字軍のコンスタンティノープル入場、同天使と戦うヤコブ、アントワーヌ・バトーの、シテール島への船出である。 ギャラリー、勝手に逃げろ、人生に、引き続き、ゴダールの初期映画群を支えた、撮影監督、ラウール・クタールが映画内でも撮影監督を、演じている。証明に主役のジャン・フランソワ・ステブナンは、本業は、フランソワ・トリュフォーの共同作業者として知られる、映画監督であり、ハンガリー出身のプロデューサーを演じるラズロ・サボは、ゴダールの長編、第2作。 小さな兵隊以来のゴダール組の常連俳優で、恋のモンマルトル等の監督としても知られる。アニエス・バンファルビは、ハンガリーの女優である。1982年5月14日から同26日に、開催された第35回カンヌ国際映画祭で、コンペティション作品として、正式出品され、撮影監督のクタールが、技術大賞を獲得した。 1983年のセザール賞で最優秀作品賞、最優秀監督賞、最優秀撮影賞にノミネートされたが賞は逃した。日本では1983年11月19日、東京、六本木に同日会場した映画館シネ・ビバン六本木のオープニング作品としてフランス映画社の配給により公開された。19年を経て、 ザジフィルムズが上映権を獲得2002年7月27日から再移された。メイキングとして撮影、コダールが監督、編集したビデオ映画、ファッションのためのシナリオが後に発表された。1981年、スイスの小村にあるスタジオでビデオ映画を撮影するチームがいる。ポーランド人の監督、ジェルジー、ハンガリー出身のプロデューサーラズロ。 スイス人の助監督、パトリック、フランス人の撮影監督、クタールたちが撮ろうとしている映画のタイトルは、パッション、情熱という意味と、受難という意味を持つ。レンブラント、ドラクロは、ゴ野党の名画を俳優で再現することが、そのテーマである。撮影はうまくいっていない。クランクイーン以来4ヶ月が経過しているが、光がなっていないと監督が、ダメ出しを続けているのだ。 予算は膨大に超過し、中止の使用もない状態に陥っていた。同年12月13日、ポーランドで戒厳令が発令される。その直後の冬の日、イザベルは工場から解雇を言い渡される。工場主、ミシェルブーラールは医薬金を払わず、労働者による抗議集会が準備される。イザベルは撮影隊に集会への参加を訴えるが、独立自主管理労働組合。 連帯の国から来たはずのジェルジーは冷淡だ。撮影チームの宿泊先のホテルの経営者ハンナは、ジェルジーとイザベルの中を怪しみ、ハンナの夫の工場主ミッシェルは、ハンナとジェルジーの中を怪しんでいる。イザベルの家で行われた抗議集会は不発に終わる。ついに撮影は崩壊。プロデューサーのラズロは、ジェルジーにアメリカへ行けと迫る。ミッシェルは工場を閉鎖、廃業する。 ハンナも、イザベルも、ジェルジーも、雪道を去っていく。ありがとうございます。